昭和43年から始まった薬師寺白鳳伽藍復興工事。工事開始以来20年以上の年月を経て、薬師寺は着実に創建当時の白鳳様式の姿によみがえろうとしています。今進められているのは回廊工事です。大講堂の再建を含め今後10年以上の年月が必要とされています。良質のヒノキ材が世界的に底を突き出している現在、これほど大規模な木造建築工事は今後500年はないと言われているほどの貴重な大工事です。白鳳伽藍を現代に再現する、この壮大な試みはどのような手法と手順で行われたのでしょうか。まず地中に埋もれている遺構を発掘調査し、創建当時の伽藍配置を把握します。次は建物の高さや衣装を決めます。これは古い文書を調べるとともに、創建当時の建物である東塔を調査し、そのデータをもとに決めてゆき、基本設計図を起こします。それが伽藍復興委員会で検討承認された後、実施設計図に取り掛かるというのが大まかな手順です。東の塔がと西の塔がの高さを半径にして、こう円をね4つ描く。その中にこの回廊大講堂がスポッと入るように設計されてあります。でそういうことをちゃんと調べ上げて、そしてそれに合わせて今の設計復元の設計をしていたわけです。でとにかく塔の高さを半径にして、こう円を4つ並べて、その中にこの回廊をずっと巡らして、そして近藤大講堂を入れてしまう。見て詐欺というやり方を使っています。見て詐欺というのはどういうことか言いますと、大塔からひじきが出て、その上にマスが一つある。その上にまたひじきが乗って、そしてまたマスがある。で三つ目のマスで軒桁を支えている。それが見て詐欺なんです。ところがここのは旧式の見て詐欺で、それが非常に長く出てるんです。非常に軒を深く支えるために非常にたくさん出してあると。法隆寺の方は非常にこの剛健でな感じしますけど、重厚な感じしますけど、薬師寺だからまあそういう点で軽妙で、しかもその優雅で、地震の時にはこの外側だけが揺れて、心柱はちょっとも揺れてない。そして実際に地震が揺った時にはね、初重が右に傾くと二重が反対に左に傾く、また三重がこうなるという具合に互い違いにこうなってますんで。でよく考えてみると心柱はいつもじっとしてるということですわな。そういう意味で難構造であると、まあ、言われます。近頃、まあ、ビル建築でも難構造をみんな学者は言われますけども、1300年昔にちゃんと難構造が出てあるんですわな。そういう点はとても素晴らしい、この昔の人の考えやと思いますな。あれとこう胸が、近藤の胸とか並ぶようにというふうな設計です。であれより上がると、この塔の屋根より上がると、この近藤が高すぎて両塔を抜いてしまいますんで、伽藍の金庫上三重の屋根と同じ高さに近藤の胸を収めると、こういう考えで、結局本立ちの屋根と目越の屋根とが二重、それが二つ重なっていると、こういう意味ですな。昭和51年に再建された近藤は西岡棟梁苦心の作でした。続いて56年に再塔が、59年には中門が再建され、薬師寺復興工事は平成3年の玄奘三蔵院から回廊へとつながっていくのです。基壇があって、基壇の外へ雨を落とせななりませんので、その基壇の幅がだいたい発掘で分かりますんで、その外側へ雨を落とすというふうにすると、屋根の長さが決まってしまうわけですな。木を買わずに山を買えということがありますね。この宮大工のずっとこの伝統の中にね、それは
伐採されてからの地ではよく気がわからんと、こういうことです。土質によって山の土の質によって材質が決まるし、それから山の環境によってこの木の癖が生まれると。南の方に大きな枝が出てますんで、そこに風が当たっていつもこう西にねじられると。ところが木はまっすぐに伸びようという性質があるんで、それに対抗してこう育っていくわけです。それがまあ木の癖ですわ。それからその環境ということはその風向きをあの知るということ、そうするとはあの北側の反対のやつはその反対に寝てるわけですわな。そういうことをちゃんとわきまえて、そしてあのこれは桁に向いてある、これは柱に向いてあるということを見分けて、だいたい生きたままで見当をつけておいて伐採してもらおうと。自然の方位のままに使えと、こういうことですわ。で山の南側に生えた木はお堂の南側に持ってこいと、そして北側に生えた木はお堂の北側へ持ってこいと、こういうことです。でそれはやっぱりあの長年この太陽で訓練された木をやっぱりお堂の南側の太陽によく当たるところに持ってこいと、こういうことですな。でそれはあの古代の建築、まあ飛鳥、白鳳、天平ぐらいまではそれは正直に守られてます。せやからこの1300年の寿命があるんだと思いますよ。で室町の建築家はもう5、600年で解体修理しませんのかな。だから飛鳥建築はあの1300年ぐらいは大丈夫です、解体せずにね。でそういうことはあの自然の生えたままに使ってやるからです。まず木があるのです。そして木の癖や加工する部材の形に合わせて道具が作られます。そしてその上で技術があると西岡棟梁は考えています。木の癖を生かすために手仕事の道具が使われるのです。そのことで彼らは木を覚えてゆきます。そして宮大工の仕事とは木の癖を知り、それを組み合わせて銅や銅を組み上げていくことにあるという西岡棟梁の考え方を身につけていくのです。今よきで削っているのは桁にする木なんですけども、チョンナ使ったりカンナ使ったりしますけども、あの物ではないと、自分の肉体の先端やというふうに考えて、研ぐのも力を得ない、魂を褒めになりませんし、で使う時もやっぱりその覚悟で自分の魂を木に打ち込むというつもりで仕事をやってもらう。これが槍ガンナですけども、槍ガンナで削るとあの木の色が違いますわね、スカッと。でこれはもう切れないと削れませんので、本当によく切れるもんじゃないとあかんわけです。だからこの槍ガンナにする鋼もなかなかいいのがありませんね、今はね。あの法隆寺のあの大修理の時に、あの飛鳥の塔と金堂だけは槍ガンナで仕上げようと、こういうことで、それからあの槍ガンナの資料を集めてしたんですけど、なかなか本当のものがありませんね。でいろいろ集めて何十種類で集めましたけども、これっちもんがありませんので、どうしようかなと思ってましたら、正倉院にあるってことを聞きまして、そしてまあそれは現物ではなしに模造品ですけれども見せていただいて、でそれから復元したんです。上部のちまきと呼ばれる曲線を作り出していきます。頭抜き仕口の作り出しです。道具を使いこなす、それは技術であるとともに木を知り尽くすことでもあるのです。みんなの気持ちが揃ってあるかどうかということですな。でこれ今見てますと、あのもう無言のままで仕事はどんどん進んでいきますわな。それでもう心がちゃんと組めてあるということですわ。あの今13人大学おりますけど、それがちゃんともう自分自身で分業、その仕事をわしがこれをするって決めてますさかいに、うまい具合に組めていきますわな。柱とレンジが組み込まれた後、頭抜きが通されます。頭抜きが通されることで柱同士が連結され、お互いに線としてつながっていくことになります。次に梁から桁までの組み物を見ていきましょう。
カエル股の上の大都にひじきが乗るところです。西南角外側回廊の高梁の上部で、この上にマスが5つ乗り、その上に桁が十文字に乗っていきます。木造建築は部材を組み合わせつないでいくという考え方で成り立っています。したがって組物や継ぎ手は重構造建築物の骨格であるとともに関節部でもあります。しかも素材である木には一つ一つ癖があるという特徴があります。ここでは木の癖なりに木ごしらえを担当した大工さんが見立て通り木の癖を生かすようその部材の組み上げまで責任を持つという現場配置になっています。いいよ、噛んだよ。そのことが構造全体に木の癖を生かすことにつながるというのが西岡棟梁の信念なのです。取り付くたるきが化粧だるき、地だるき、飛燕だるき、これ合わせて化粧だるきって言うんですけども、これをが取り付く化粧炭木はこの軒の反りをこの正面でこれ10尺のとこまで仮に墨つけて、で1尺目で3本上がったる、2尺目で4本上がったるうちにこう沿っていきますわね。でそれを墨木には裏目で1尺4寸1分より輪の裏目を取ってその寸法を取っていくということです。だからこの反りが裏目に向かい移るわけですな。出墨入り墨が仮止めされた後、注文へ向かって胸が通されていきます。胸の継ぎ手も釜継ぎです。大都から胸までの組物の構造です。第一期工事の妻は中門とつながります。ここに破風が収められます。胸から軒桁にかけて地だるきが通されていきます。地だるきは一本一本枠木で桁に固定します。地だるきの据え付けが終わりました。この頂部に野胸が乗ります。平成4年春、回廊第一期工事はほぼ終わろうとしています。木ごしらえから数えるとおよそ5年という年月が経っていました。大講堂ができてから取り付けんとね、取り付きませんので、大講堂一期二期をやっといて大講堂をやって、それからこの三期の工事をやると、こういう手順ですね。風雪に耐えて立つ、その姿こそ建築の本来の姿である。だから建物には1000年以上の命を与えねばならない。それが西岡棟梁の建築に対する考え方であり信念なのです。何事をするにもね、本当に魂を込めてやれと、本当に仕事を打ち込んでするってこと、まあ研ぎ物一つでも自分の魂がこの道具の先を伝って外に出ると、その磨き上げられた魂でもって木の中に打ち込むと、だから職人の魂を木に打ち込むっていうことですよな。同等の溶剤は木を買わずに山を買え、溶剤は生育の方位のままに使え、同等の木組は木の癖組、木の癖組は工人らの心組、これらは西岡建築の根幹をなす考え方なのです。